シエーナ、シエーナは、イタリア共和国トスカーナ州中部にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約5万3千人の基礎自治体、コムーネ、シエーナ県の県都である。かな天気としては、水泳ナが、現地音に近い、シエーナとも表記される。中世には金融業で栄えた、有力都市国家であり、13世紀から14世紀に、 かけて最盛期を迎えた。トスカーナ地方の覇権をフィレンツェと競い、またその経済力を背景として、ルネサンス期には芸術の中心地の一つであった。中世の姿をとどめる旧市街は、市営な歴史地区として世界遺産に登録されている。は、あるいはと発音される。シーンとアクセントの関係から、かな天気としては水泳なが現地音に近い。 日本語文献では、シエーナのほか、シエナとも記される。トスカーナ州の南東部にあたる、シエーナ県の西北部に位置する。州都フィレンツェからは南へ、約5 0トル、州都ローマからは北西へ、約1 8 5トル、リボルノからは南南東へ、約8 7トル、ペルージャからは西北へ、約8 9トルの距離にある。隣接するコーは、 以下の通り、この地方の丘陵上の都市と同様、エトルリア人の居住地に都市の起源があるとされるが、シエーナの古代の姿は明らかではない。ローマ時代には主要な街道からも外れており、キリスト教が伝わったのも4世紀であった。シエーナが重要な都市として姿を現し、歴史の上に明確な位置を占めるようになるのは中世以降となる。6世紀半ば、 ランゴバルド人は来た。イタリアに侵入し、ランゴバルド王国を建国した。アウレリア街道やカッシア街道といったローマ時代の幹線道路は、東ローマ帝国側の勢力下にあったため、ランゴバルド人たちは、北方とローマを結ぶ安全な交易路として、シエーナを経由する道を取った。またローマへ往来する巡礼者たちが、工場的にいたことで、シエナには安定した収入がもたらされ、 シエーナは交易の拠点として繁栄を見せるようになった。774年、シエーナの貴族はカール大帝に降伏し、フランク王国の領域に入った。1115年、北イタリアの大領主であったトスカーナ城伯、マティルデデカノッサが後継者なく没すると、その領域は細分化されて、自治的な勢力が勃興し、都市国家軍が生まれることになる。 金融の一大センターとなり、また羊毛取引の重要な担い手として成長した。シエーナでは市民による自治組織コムーネが勢力を伸ばした。1167年、シエーナのコムーネは市教による統治からの独立を宣言した。1179年には都市の検証が制定されている。カンポ広場は13世紀初頭までには、 都市の世俗生活の中心として、重要な役割を担うようになった。市場やスポーツ行事、サッカーの原型とされるカルチョフィオレンティノなどの場として利され、また新しい街路は、カンポ広場を中心に作られた。1194年、カンポ広場に面した、現在の市庁舎のある場所で、土壌侵食を防ぐための壁が建設されており、このことは、 広場が重要な役割を持つこととなった印と言えるだろう。1240年には、市営な大学が設立された。市営な大学は、法学と医学で知られた。市営な共和国は、内部に貴族と市民の間の対立を抱えながら、外に、最大のライバルであるフィレンツェとの構想を繰り広げた。強硬派と皇帝派の構想では、フィレンツェが強硬派。 ゲルフであったのに対抗し、シエーナは、主に皇帝派、ギベリンの立場に立っていた。1260年ので、シエーナは、フィレンツェに対象を収めるも、1269年には、これでバルデルサの戦いで大敗を喫している。この敗戦を契機に、シエーナでは、皇帝派の政府が倒れ、フィレンツェとの関係が改善された。13世紀後半から14世紀半ばにかけて、 ゴシック期からルネサンス期への移り変わる時代に、シエーナは最盛期を迎えている。ドゥッチョディブオニンセイニャは、シエーナを拠点に活躍し、シエーナ派の祖とされる。アンブロージョのレンツェッティは、シエーナのプブリコ宮殿、視聴者の壁画、フレスコ画として、前世の効果などを描いた。1348年、国士病の流行によりシエーナは打撃を受けている。 14世紀後半以降には、貴族と市民との内部構想が激化し、政変が繰り返された。1458年には、シエーナ出身のピウス2世が、教皇に選出されている。1472年には、モンテ、デーパスキディ・シエーナ銀行、通称モンテパスキ銀行が創業している。現在営業している銀行では、世界最古の歴史を持ち、 現在もシエーナに本店がある。1487年、貴族党派のパンドルフォ・ペトルッチが政権を掌握した。ペトルッチは1512年に没するまでシエーナをよく、治め、芸術と科学を保護し、チェーザレ・ボルジアから都市を防衛した。しかしパンドルフォの死後、ペトルッチ家の内紛などにより政情は安定せず、皇帝カール5世は、スペイン軍団に、 シエーナを占領させた。1552年、フランスと手を結んだ、シエーナ共和国は、スペイン兵を追放したが、カール五世は、傭兵隊長、ジャンジャコモメディチを派遣して、シエーナの攻略に当たらせた。1555年4月17日、シエーナは、スペインに降伏し、シエーナ共和国は、終焉を迎える。 1559年の加藤カンブレジ条約で、スペインは、シエーナをフィレンツェ公国、後にトスカーナ大公国に割りした。以後、20世紀のイタリア統一まで、シエーナはトスカーナ大公国領となる。2011年5月16日に行われた市長選挙では、元レーシングドライバーで、実業家のアレッサンドロ・ナンニーニが出馬して、注目を集めた。 この選挙では、中道左派のフランコ・チェックッチが当選している。シエーナの旧市街は1995年に、シエーナ歴史地区として、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。市街は、カンポ広場を中心に、ビア・ディー・アイ・チッタ、パンチ、ディー・アイ・ソプラ、パンチ、ディー・アイ・ソットの3つの通りが、丘の尾根を放射状に外に向かって伸びており、これらが、 町の基本的な骨格となっている。市街は17のコントラーダと呼ばれる地区に分けられている。年に2回、カンポ広場で行われるパーリオ、パリオと呼ばれる裸馬のレースは、コントラーダ対抗の形で行われる、シエーナのパーを参照。プロサッカークラブである、SS ローブルシエーナが本拠を置く。ホームスタジアムは、スタディオアルテミオフランキ。 2017から18シーズンはセリエ C3 部リーグに属している。2007年よりセミクラシックレースストラーデビアンケが開催されている。ガイオーレインキアンティ、サンジミニャーの塔を起点とし、190から 200km 程度の工程を経て際に都市内の激坂をクリアカンポ広場へとゴールする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。